さあ先発の大場の立ち上がり、ツーアウトランナー一塁から浅村がバッターボックスに立ちまして、センターへの、まあ、フェンス一番上に当たります。これホームランかどうかというところだったんですが、まあ、少しボールが高かったですよね、まあ、でも、アンパイアの方が入ってないというのは入ってないですから ね、はい、さあライオンズが1点を先制します。一方の先発野上、ホークスに相性がいいんですが、この回2回先頭の内川、左中間オーバーのツーベースヒットで出塁します。続く江川、センター前タイムリーヒットでしたね。ヒットでつないだのが大きかったですよね、はい、ホークス同点になりました、はい、1対1、なおもノーアウトランナー1塁で打球は右中間を破るタイムリーツーベース、はい、ホークス逆転。その後1塁3塁となって中村タイムリー、そして長谷川ライトへの2点タイムリー、大きかったですよね、一挙に5点取りました、5対1なんです。ただこれですんなりいくかなと思いましたけどね、はい、さあそして5回の表、ワンアウト満塁というピンチ、マウンド上オーバーヘルマン、レフト前タイムリーヒット、ライオンズ2点目が入りまして5対2。これでちょっと分かんなくなってまいりましたよね、少しストライクを取りすぎるというかね、はい、そして満塁となって栗山ライトポール際へ10号満塁アーチということで、ライオンズ逆転に成功、5対6です。で野上なんですが5回に来ました、ヒットで出ました、今宮一塁に置きまして長谷川このバッティングです、これはもう読みじゃないんでしょうね、体が反応してますから、13号ツーランホームラン、ホークス再び逆転して7対6、このままいくかなと思ったんですが、はい、4番手の千賀、この千賀が乱調です、今日はもう手つかずというかね、どうしようもなかったですね、まあその中で、なんとか最悪の1点で抑えたっていう感じじゃないですか。そうですよね、はい、ご覧のように満塁となりまして、これフォアボールのランナーなんですが、カーターがレフトへの犠牲フライ、ライオンズがここで同点になるわけです、はい、そうですよね、また流れがはい、ライオンズ行くかなと思いましたら、この後ピッチャーがまたしっかり抑えましたからね。で、4番手ライオンズはウィリアムス、8回から、それもいい当たりですけど、ファインプレーですね、2塁から山崎ショートゴロ、得点上げることができませんでした。で9回に来ました、五十嵐が登板です。ワンアウトランナー一塁からヘルマン、これ空振り三振のダブルプレー、山崎が、いいボール、いい投球しましたよね、はい、完璧ですよ。延長に入ります、はい、でこの後柳瀬が好投するんですよね、はい、2アウト満塁から怖いバッターの栗山、この栗山を三振に打ち取るんですよね、はい、でライオンズは6番手の涌井投手なんですが、延長11回ワンアウト2塁という場面、これはちょっと怖い場面だったんですがね、これもでも落ち着いて投げてましたよね、チェンジアップでボール誘って、はい、これも外野よく取りましたしね、今宮センターフライ、チャンスを生かすことができませんでした。で延長12回7番手松下、ちょっとかわいそうだなというね、やはりフルカウントになった時点で、やっぱランナー走りますから ね、でもよく決めてくれましたよね。そうですよね、レフト横へのヒットでサヨナラタイムリーツーベースになりました。今シーズン4度目のホークス、サヨナラ勝ちを抑えました。